赤トンボは、退職の赤いトンボの総称。赤卒ということもある。通常は、トンボか赤ネ族に属するトンボを総称して呼ぶが、競技には秋に平地に群をなして出現する、秋赤ネのみを指すことがある。ただし、専門知識なしに、秋赤ネと他の赤ネ族のトンボを区別するのは難しい。また、赤ネ族であっても、退職の赤くない何ワトンボやマダラナ何ワトンボを、 含まない場合もあったり、またトンボかアカネ族以外の体色の赤いトンボを含む場合もある。色は赤でなく黄色であるにもかかわらず、夏の終わり頃から群をなして出現する薄薪トンボが赤トンボと呼ばれることも多い。秋アカネの赤い体色は気温と関係があり、体温調節昆虫と呼ばれる場合がある。通常秋アカネのメスはオスに比べて赤色が淡いが、寒元値では メスの赤い比率が高くなる。秋アカネの特徴の一つとして止まり方が、他のトンボが羽を水平のまま、もしくは垂直に閉じるの対して、秋アカネは羽を体の下に徐々に下げて休むことが挙げられる。大陸アカネのオスマユタテアカネのメス世界でおよそ50種が記載されており、日本では21種類が記録されている。ありがとうございます。